じゃあそれでは今日の内容に、進みたいと思います。今日は第7章ですね。教科書の第7章です。187ページからです。で、固有値と固有ベクトリという話に入ります。で、皆さんこの授業の前にこの教科書をこうパラパラっとでも眺めた人っていうのはいますかね。まあ、多分今日初めて開くという人もいるかと思うんですけれども、で、こう第7章のとこからですね、パラパラ見てもらうと、何やらよくわけのわからないことが書いていて、その対角化可能性とかいろいろ定理が載ってるんですけど、一体何なんじゃろっていう話になってる人もいるかと思うんですけれども、とりあえずセクション7.1は正方行列の固有値と、あ、固有ベク、固有空間って書き、教科書になってますけど、要は固有ベクトルのことです。で、今日は多分演習の授業でもすでにやったとは思うんですけれども、その行列、正方行列の対角化をどうやるかっていう話に一応焦点を当てて説明をします。ですので、計算手順の説明が中心です。で、あとはその対角化に際してはその固有値と固有ベクトルっていうのが大事な役割を果たしますので、そのことも確認しておきます。はい、いきましょう。じゃあ、まずですね、復習なんですが、これ多分春学期にも出てきた話だと思います。まず行列の固有値とか固有ベクトルの概念ですね。で、A っていうのをその対形上の N 次の正方行列とします。で、この時にまず A の固有多項式もしくは特性多項式っていう多項式が出てきたと思いますが、これはどういうものだったかっていうと、ここにありますように、E は単位行列なんですが、単位行列に変数 x をかけたものから a を引いた行列の行列式をがこの a の固有多項式と呼ばれるものです。で、これを使ってその固有値とか固有ベクトルとか固有空間っていうのが定義されます。教科書ですとその187ページにいろいろ書いてますが、一応もう一回見てみます。ここでまず A をですね、複素数の、N 次正方行列とするときに、こういう仮定をしましょう。ある複素数 α とですね、それから N 次元の複素数のベクトル x で、次を満たすものが存在するとします。とここにありますように、x に左から行列 A をかけたものが、同じベクトル x に定数スカラー α をかけたものに等しいと。で、あともう一つはこの x は0ベクトルではないものとします。で、こういう関係が成り立つときに、この α を A の固有値と言いまして、で、それから x を固有値 α に属する A の固有ベクトルと呼びます。あと、このいうですね、関係式を満たすその A の固有ベクトル全体からなる集合のことをこの V の α っていうふうに書きまして、で、これを α に属する A の固有空間と言います。で、空間と言ってるっていうことは、これはベクトル空間であるということに注意してください。だから、ここは C の N っていうベクトル空間の部分空間になります。で、一応必要な道具立てはこれだけですね。で、これで正方行列の対角化の話をしようというわけです。で、対角行列、まず対角行列っていう言葉を復習しておきたいと思うんですけれども、対角行列は対角成分以外は全て0という行列です。と、対角成分というのは例えばこの、A の成分をですね、A の ij って表したときに、i 行 j 列っていうときに、その i 行 i 列の成分ですね。1行1列から n 行 n 列までの、こう、視覚的には行列の左上から右下へ貫く成分のことを、
対角成分と呼びます。このぐらいは大丈夫ですよね、皆さんね。さて、ちょっと一応確認なんですけど、じゃあちょっと次の行列、3つここに行列を用意しました。これらは対角行列でしょうか、対角行列でないでしょうかっていうことをちょっと確認したいと思います。いいですか。じゃあですね、対角行列、これは対角行列じゃないと思う人っていうふうに投票していきますので、これが対角行列じゃないと思う人は手を挙げてください。じゃあまず一番左の行列、これが対角行列じゃないと思う人。ありませんか。はい。じゃあ真ん中の行列、これが対角行列じゃないと思う人。はい。若干いる。で最後、一番右の行列、これが対角行列じゃないと思う人。若干いる。はい。じゃあ正解を開けてみましょう。ドン。これ全部対角行列です。で、数学でよくある定義なんですけれども、対角成分以外はすべてゼロということを言っています。で、この文言は対角成分については何も言ってないんですね。だから対角成分は何でもいいって意味です。だからゼロであってもいいんです。ですので、こうして見てみますと対角成分以外はすべてゼロという条件をこの3つの行列を満たしていますので、これらの行列はすべて対角行列であると言います。でこういう数学の独特のその論理の表現、言葉の使い回しというのがありますので、皆さん注意してください。